れ様です。ニオです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、ダウンライトのね、取り付けの方をね、やっていきたいと思います。で、まだね、バンの取り付けとか済んでないんですが、一応ですね、渡り線入れて、まあ電源引っ張って仮にね、接続して、まあ点灯試験までね、やっていければいいかなと思っています。はい、そんな感じになります。よろしくお願いします。とりあえずですね、パナソニックのね、ダウンライト LGB73505LE1 というね、中白色のね、ダウンライト 100% のやつをね、24個用意しました。はい、こういう感じのね、ダウンライトですね。ちゃんとパッキッと入ってるやつですね。はい、これをね、早速つけていきたいと思います。ですね、照明器具つけるときにですけど、 F ケーブルをね、使うと思うんですが、こちらですね、このストリッパーでね、このように向いていきます。で、向いていくんですが、12ミリなんですが、あったかい時期はですね、被覆がすごい伸びやすいので、12ミリで向くと、少なく伸びてね、少ないからって多く向くと、冬になると縮んでね、こう多く出ちゃうんで、その辺はね、きっちり見てやってください。で、まあ今ストリッパーってやりましたけど、まああんまね、こういうの持ってる人少ないと思うんですけど、普通はね、まあこの電工ナイフとかね、で向いたりしますが、電工ナイフじゃない、カッターナイフで剥くときはですね、芯線傷つけないように、これはね、奥まで入れずに引っ張ってね、剥くようにしてください。で、まあペンチはね、あると思うんで、ペンチで12ミリぐらい、これも奥まで入れないです。表面を軽く傷つけて引っ張れば取れるんでね、こんな感じでね、やっていくといいと思います。はい、これぐらいはね、もし施工される人はね、やってもらった方がいいかなと、守っていただいた方がいいかなと思います。
はい、終了です。はい、とりあえずですね、取り付けの方が完成しまして、仮にね、接続の方もいたしました。で、これからですね、今仮設電灯からね、本接の方にね、切り替えていこうと思います。はい、じゃあ今ね、仮設を消して、その後に本接をつけます。はい、こんな感じでね、今本接をつけました。まあ、ダウンライトなんでね、明るさ的にはこんな感じになりますね。はい、それではね、本接の方に切り替えたいと思います。3、2、1、投入。はい、こんな感じでね、とりあえずダウンライト24と点灯いたしました。はい、まあ、これでね、あとはコンセント、分電盤をつけましてね、コンセント等をつけて、まあ、配線はあらかた終わってるんで、あとメーター周り、引き込み線周りをね、やって、東電に申請して終わりとなります。はい。はい、お疲れ様でした。ですね、とりあえず、24灯つけ終わって、まあ、仮にですがね、仮設電灯の方に、接続して、点灯試験を行いました。で、あとは、分電盤を取り付けて、引き込み線周り、メーター周りをやりまして、あとね、室内のコンセント等を取り付けて、まあ、東電に申請して終了となります。はい。まあ、次回はね、床剥がしてって、まあ、細かくね、ゴミとかも整理しながらね、やっていこうと思います。はい。今回の作業はね、以上になります。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。